アバンタイムは、ルノーが製造、販売していた自動車である。パトリック・ルケマンによりデザインされ、1999年3月のジュネーブモーターショーで発表された同盟のコンセプトモデルをもとに2001年のパリサロンで生産型が公開された。MPV の3代目ルノーエスパスをベースに、前輪駆動車で210馬力3.0リットルガソリンエンジンを搭載する斬新なコンセプトの サンドアクーペとして作られた。ルノーが開発したルノーブランドの車ではあるが、エスパス生産で提携関係にあったマトラオートモビルの工場で生産された。一部の熱狂的な指示を受けたものの販売数は芳しくなく、その後エスパスのモデルチェンジに伴いボディ仮装方式が変わり、生産がルノー本体に引き継がれたことで、受注車両のなくなったマトラは、 ルノートンの提携を解消し自動車生産から撤退することとなった。そのため生産開始からわずか2年の2003年に生産が中止された。総生産台数は8557台である。なお、日本でも2002年より販売されたものの、販売実績は期待された数量にほど遠い結果となった。日本においては206台が正規で輸入され、 在庫の不定する2005年夏頃まで新車販売された。ルノーアベンタイムイングランドエアコンフィグ。アベンタイムはフランス語で前衛を意味するアバンギャルドと英語で時代を意味するタイムを合成した造語で、つまり時代を切り開く前衛となる車という意味である。ありがとうございます。